とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーが修正されてますという報告ですね。どうも5階が修正されてるみたいです。まあ、どんな感じなのか、とりあえず行ってみましょうか。今回はね、ショートカットがないので、もうね、持ち込みでやってます。持ち込みでやると、まあ、10分ぐらいでクリアすることができるので、まあまあ、そこそこ高速周回することができます。まあ、22回までっていうので、ちょっと早く行けるんだよね。なので、もう今はもうこれをやっております。ショートカットがね、できるのであれば、もうこの持ち込みをせずに、行きたいところなんですけどね。この持ち込みするのも、もう最初死ぬまでに、1分ぐらい要するかな。なので、ちょっとめんどくさい。できればショートカットでバーッと行きたいところなんですけど、どうだろうか。その5階が修正があって、どんな風に変わってるのか、それをちょっと見てみましょう。もしかすると5階から、ショートカットができるようになってるかもしれない。だったらば早いよね。うん。あ、でも持ち込みの方が早いか。あの、16階の、この水流が強いところ、あそこを渡るときって、この持ち込みで行くとね、スムーズに行けるんですよ。なので、どうしてももう持ち込みの方が早いでしょうけども、まあ、とりあえず、どんな感じに変わってるのか、それは見ときたいので、行きます。あ、5階はあれか。最初の頃に、ショートカットがあるって言われてた場所。だね。だよね。あそこが、どう変わってるんだ?できれば、ショートカットができれば、いいね。うん。5階から敵倒さなくていいから。一緒?ここだよね。いや、別に。あ、敵も出てくるし、何も変わらない気がするんですけど。あ、ホースマンがいない。スケルトンホースマンがいなくて、あ、なんだ、あのウィザースケルトンがここいたんだけども、なるほど。敵が変わったのね。敵が変わってます。ネクロマンサーと、ウィザースケルトンと、スケルトンホースマンが2体いたんだけども、敵がね、弱くなってるのかな。ネクロマンサー2体プラス、あとゾンビたちが出てくるだけになってます。なるほど。それだけか。ショートカットは相変わらずできないっぽいですね。ただ敵が弱くなってます。まあ持ち込みする人に関しては別に問題ない。全く変わらないと思いますけども。変わってるね。とりあえずボスまで来ました。5階以上のところは別に問題なかったですね。変わってるところも一つもありませんでした。5階だけが変わってるっぽいですね。では、とりあえず、報酬見て終わりたいと思います。頼む!このシーズン10、結構出てる。結構いいの出てる。ダメだ。ダメだ。今回はダメだ。いやいや、ユニークだとしても、エンチャントはよろしくないですね。はい、ということで、戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。タワー5階、多分、昨日ぐらいかな?修正されたと思います。5階の敵が変わってます。うん、ホースマンがいて、ちょっとめんどくさかったんだけども、普通の雑魚、そして、ネクロマンサーしか出てこなくなったので、ちょっと簡単になってますね。まあ、簡単にしなくていいから、報酬を良くしてください。お願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。